もあゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ほい、ゲームスタート。この物語の始まりをお聞かせしましょう。あるところにおしゃれを愛する王国がありました。国民たちはいつもおしゃれ話に夢中です。とりわけその話の中心になるのが王国一美しくおしゃれなフリル姫でした。かわいいね。お、なんかドフラミンゴみたいなサングラスが。しかしそんなフリル姫をよく思わない者がたった一人いました。魔境に住む魔女です。あれ、魔女かっこいいね。ある日フリル姫に贈り物が届きました。ふんふん、なんかめっちゃガタガタ鳴りよるけど。お、贈り主が書かれていない怪しい箱でしたが、あまりにもおしゃれな箱に魅了され、フリル姫はつい蓋を開けてしまったのです。お姫様への贈り物にしてはなんか、あんまり警戒されてない。あれ、魔女、ハイカラやね。フリル姫は怪しい煙に包まれ、見るも恥ずかしい姿となってしまいました。あんたにはそれがお似合いだよ。どっからか声がしました。その贈り主はあの魔女だったのです。てか何、呪いって全身タイツ？魔女の呪いがかけられた服は魔女にしか脱がすことができません。フリル姫はショックのあまり部屋に閉じこもってしまい、国全体が悲しみに包まれました。あれやない？全身タイツの上からでも別に服着れるやん。そういう問題じゃないか。お、どんな涙。魔女の住む魔境は魔の住むところ。危険な魔境に行けるのは選ばれし勇者のみ。魔女を倒し、お姫様を救ってくれる勇者を求め、王様は近隣の国々にお触れを出しました。これこそ滝のような涙って感じ。滝のようなは汗か。そこに一人の若者がやってきました。なんかよく CM でさ、勇者求む、なんか、なんていうん、3名みたいな。お、求むトーテム勇者。耳がとんがり、もみあげが太く、九一分けのトーテム勇者の証を持つ者たちを。どんな証？憎き魔女を倒し、フリル姫の呪いを解いてくれた者には、唯一無二の褒美を与えよう。ドレース王国、カール・キング王より。おお、びっくりした。あ、何これ、フルボイス？あ、違うね。君、フリル姫を助けに来てくれた勇者様だよね。ほいほい。その耳のとんがり方、結構おしゃれだね、それ。リンクはエルフだったっけ。僕はマダム・テイラーっていうこの町の服屋で働いてるんだけど、うちのマダムが作る服には特別な力が宿るって評判なんだ。フリル姫もひいきにしてくれたんだけど、あんなことになっちゃってさ、商売上がったりってことやね。勇者様たちだけが頼りなんだ。でもその服はちょっとあれだね。あれ、いやごめん、なんていうか、この国ではあまり見ない服だなと思って。ダサいってことかな。この子の服なんか可愛いっぽいもんね。そうだ、せっかくだしうちの店においでよ。町の中央広場にドーンと立つひときわおしゃれな紫の建物なんだ。ひときわおしゃれな。じゃあ僕はそろそろ行かないとマダムにまた怒られちゃうよ。フリル姫のことよろしくね。へーいって言われても、とりあえずなんかちょっと回っていく。何持つ？あ、葉っぱも持てる。なるほど、これなんか鳥。鳥には話しかけるな。なんか人おるね。ここだけの話ですが、草を刈ると時々ルピーが出てくるです。そのお金で赤い靴を買ってみました。魔女さんには内緒です。なんで内緒？これは。おう、切れた切れた。B ボタンで切れる。お、ルピー。あれ？拾えた拾えた。毎日宝箱屋一生懸命準備中。お、準備中やった。しかも一生懸命。この町から出たいでありますか？うん、まだまだ。町を守ることが自分のお役目であります。不審者はアリ一匹通さないであります。それはちょっと難しいよ。アリは不審者ではなかったであります。そこね。
そう、なんか気持ちいいね、音がシパ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 ッ。え、何、ごめん、あ、ルピーが出たんか、鳥を切ったんかと思った。ミーバース写真館カミングスーン、まだ開いてない。ミーバース、へえ。ん、なんかおる、なんかおる。ほんとや、なんかこの街の人みんなおしゃれじゃね。ほら、こんなハットかぶっとる。しかも男か女かと思った。おや、おや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 。天を仰ぐとんがり耳に一糸乱れぬ九一分け。そして男性のシンボルともいえる立派なもみあげ。あなたのその姿、なんだかトーテム勇者様のようですな。トーテム勇者、あの像？してこのビアードに何かご用ですかな。トーテム勇者って、おや、おやおや、やはりそこが気になりますかな。トーテム勇者様はドレース王国で語り継がれている伝説の勇者様たち。ドレース王国に災い降りかかるとき、三人の勇者様がこの国を救うと、この像はその勇者様たちが、くんずほぐれず協力している姿を表した、ある意味愛のモニュメントなのですぞ。ふん、それにしても、見れば見るほど勇者様に似ていますな。あれは、ああ、一瞬、なんか上に立っとんか。して、このビアードに何かご用ですかな？町のこと。我が国の姫君、フリル姫は、誰よりも美しく、おしゃれな存在でありましたが、魔境に住む魔女の呪いにかかってしまい、あんなお姿に。それ以来、町人も呪いを恐れ、おしゃれを我慢する日々を送っているのです。いや、十分目立つようなおしゃれさやと思うけど。それがしも、おしゃれ半分で我慢の日々なのですぞ。え、なんか、前までのここの人たちは一体どういうおしゃれを。マダム・テイラーって。おや？おや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 ？まだお若いのにマダム目当てですかな？違うわ、服屋は。マダムのお店ならあちらですぞ。おお、ほんとや、おしゃれやね。おしゃれっていうか、ビビッドな色をしているというか。マダム・テイラーは王室も御用達の一流店。実はそれがしの服もマダム製なのですぞ。呪いが怖くておしゃれも半分。しかし、ちっとも寒くないですぞ。して、このビアードに何かご用ですかな？別に。用はない。伝説の通り、勇者様がきっと現れると信じているのですと。少しも寒くないっていうのはあれかい？アナと雪の女王を意識しているかい？なんか女の子が。どうした？ねえねえ、知ってる？ここにね、露天商が来るんだよ。さっちゃん一番乗りなんだ。へえ。ねえねえ、露天商って何？ねえ、何？ねえ、何、何？わかんないのに一番乗りしてんの？なんかこの子切っちゃいそうで怖い。大丈夫だった？大丈夫っぽいね。わさわさわさ。ん？これって、一つのルピーにつき一ルピーなのか。なんかもうお金の単位がよくわからないや。お、猫いるじゃん、猫。にゃ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 。特に何事もなく。ふわー、目がチカチカしそう。おー、なんだなんだい、あんたは。ここは世界のシャレ人が集まる場所、マダム・テイラーなんだわさ。あー、なんか脇に抱えられてるシャム猫がかわいそうだ。あ、マダム、この方ですよ。さっき僕がお話しした勇者様。ん？この芋臭いのが勇者だって？芋臭い。まあ、服はあれですけど、でもマダム、よく見てくださいよ。このおしゃれな耳のとんがり方、きっと姫を助けてくれると思うんですよね。耳のとんがり方におしゃれとかあるか？ほらほら、ねえ、マダムも言いよりやん。耳におしゃれもクソもないだわさ。どうせそいつも偽物だわさ。実は今までにも君みたいに勇者様がたくさんやってきたんだけど、まだ誰も魔女を倒せてないんだ。フリル姫が呪われて、王室からの発注もなくなったし、おしゃれすると呪われるってデマまで出だして、マダムは機嫌が悪いんだ。あ、おしゃれした件って別に狙われるわけじゃないんや。おかげで全く服が売れないのだわさ。今もフィッティングに一人お客様がいるだけ。でも腕は間違いないから安心して。材料とお金さえあれば、とびっきりの服を仕立ててくれるからさ。とにかく、姫様の呪いを何とかしないといけないんだわさ。魔女を倒してくれる本物の勇者なら、私も協力は惜しまないんだわさ。
この国の事情分かってもらえたかな。ふんふん、なるほど。じゃあまずはオールバック教のところに行かないとね。何、オールバックにされる？オールバック教は魔女討伐隊の司令官なんだ。いつもお城で入隊の面接やってるよ。審査は厳しいみたいだけどね。あ、もうこんな時間だ。僕お城で服や材料のことを勇士様に伝える仕事もしてるんだ。いわばマダムテイラーの出張所みたいなもんかな。じゃあまた後でね。元気だね。で、私はまだあんたが本物の勇者だと信じちゃいないよ。まずはオールバック卿に挨拶してくるだわさ。あの男、司令官だけあって目は確かだからね。偽物だったらすぐに追い返されるだわさ。フィッティング室になんかおるって。お、いやん、もうちょっと待ってくださる？女の人？何してんだい、そこはフィッティングルームだわさ。私の服を買ってくださったお客様だけが着替えられるスペシャルプレイスなんだわさ。貴重なお客様に変なことするんじゃないだわさ。なんで猫を脇に抱えてんの？お、鏡。こうすげえ見れる。てか後ろに猫立ってんだけど。すべての服に強烈な肩パッドが入っている。肩パッドってなんか昭和に流行ったって聞いたけど、昭和というかバブル時代？まあ昭和か。マダムが睨んでいる。ここから先は立ち入り禁止のようだ。まあね、ロープ張っとるし。にゃ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 。猫が好きなのかな。ああ、象を調べたらセーブができるってこと。へえ。お、井戸端会議中。ちょっとちょっと、ご存知？黒い幽霊の噂。最近黒い幽霊がこの町に出るんですって。あらやだ、怖いわね。もう夜歩けないじゃない。それがその幽霊は昼間にしか出ないらしいのよ。昼間？それ幽霊じゃなくね？あらやだ、じゃああまり怖くないわね。怖くないんかい。あら奥様、スリルを求め？おほほ、おほほほ。なんだよその会話。お、そっか、 B ボタンは出し、何これ気持ち悪い。怖。朽ちかけた人形が転がっている。なんだか少し自分に似ている。そっと埃を払っておいた。似てねえわ。怖。何あれ、呪われそう。お、なんか面接しよるよ。あ、こっちなんか階段ある。あ、へえ。え、泳げる泳げる、すげえ。あ、すげえ。あ、投げちった。てかあれか。お、なんかルピー。てかあの、あれやね、ルピーの色によって単価が違うってことか。なんか私あの昔ちょっとやったことあるだけやから。なんで中に入れてくれないんだよ。オイラも討伐隊に入りたいっちょ。討伐隊に入るにはトーテム勇者である条件。髪型、もみあげ、耳の形を満たしているものだけであります。オイラのどこがいけないんだよ。友達の証だってたくさん持ってるんだっちょ。友達の証？人気者のオイラが入れないなんておかしいっちょ。どんな喋り方だよ。待つであります。いや、君に話しかけたんだ。勇者候補殿でありますね。ふん、問題ないであります。中に入り、オールバック教の指示に従うであります。ちょ、なんでそいつは入れるっちょ。あいつも耳尖ってそうに見えるけど違う。君は気にせず入ってよしであります。何かしら違うんかな、私と。よくわからん、後ろ姿じゃ。え、うおう。ん、その姿。青年よ、ちょっとこっちに来るのだ。耳のとんがり。よし。なんか服装チェックされよるみたい。もみあげ。よし。からの、91分け。よーし、来た。ムッキムキだな。失礼。私は魔女討伐隊の司令官であるオールバック卿だ。オールバック卿？オールバックじゃないじゃん。ここに来てくれたということは、この国のことはもう知っているな。もちろん。それは頼もしい限りだ。しかし今まで数多くの勇者を見てきたが、お前ほど理想的な特徴を持つ者はいなかった。我々は喜んでお前を迎えるぞ。ふんふん。
して青年よ、名は何という。ユーザー名は通信相手に公開されます。お、ちゃんと名前入ってんじゃん。あ、もともとのあの 3DS のデータをちゃんと拾ってくれてるってことかな。じゃあこれで決定ね。あゆなか、勇者に恥じぬシャレタナだ。シャレタナ、ありがとう。まずはメンバーの証としてお前に兵士の服を支給する。この材料をマダムのところに持っていき、服を作ってくるのだ。お、これで奴隷スキートを手に入れた。うん、見事なゲットだ。見事なゲットって何？お前のことはマダムに連絡しておく。失礼のないようにな。逆にさっきすごい失礼な仕打ちを受けたよ私。この先はカールキング王の部屋であります。こういうのって両端に立ってる人大抵同じこと言うよね。ほらほら、ここは通信専用ロビー。他の勇者殿と共に魔境に出発できるであります。声が裏返ったぜ。ここはお一人様専用ロビー。招き人と共に魔境へ出発できるであります。あ、私はそれだね。この先は地下闘技場であります。勇者殿たちが技を競い合う場であります。勇者同士で戦うんか。なんか端っこに寄っとるけど。なんでお前はよくてオイラは中に入れないんだよ。お前なんて友達の証を一枚も持ってないくせに。友達のいない勇者なんてオイラは認めないっちょ。友達の証って何？友達の証ってのはお前の友達との絆を表すものだぞ。新しい友達とローカル通信やダウンロードプレイで遊んで絆を結ぶっちょ。しかもこれでしか作れない服もあるっちょ。へえ。オイラは15枚も友達の証を持ってるっちょ。友達の証も持っていないお前を勇者とは認めないっちょ。あなたにそんなことを言われても私は認められたんだ。自分は今大事なお役目中であります。城門を守ることが自分のお役目であります。トーテム勇者の特徴を持つ者は通して良いと命を受けているであります。まああれでしょ、通してもらえんかったってことは何かしら耳もみあげ九一分けの何かが足りんかったってことや。へい、来たぜ。それで結果はどうだったんだい？え、連絡受けてないん？あんたみたいなあれなのが勇者とはね。でもあの男が認めたってなら間違いはないだわさ。服を作りたいならオーダーを選ぶだわさ。オーダー？あんたの場合まずは兵士の服だね。下から選ぶだわさ。選べるん？へえ、すごい、選べれる。討伐隊のメンバーならまずはこの兵士の服を作らないことには何も始まらないだわさ。あ、違う、選べるじゃなくって今はとりあえず兵士の服を作らんといかんってことよね。ふんふん、これでいいんだね。ほいほい、ちょっと待ってな、とっておきのを作ってやるだわさ。なんかあの下のドレスかわいいんやけどさ、勇者は男じゃないの？エクセレントマダム、完璧な仕上がりだわさ。ほら、褒めてくれる人がおらんけん自分で褒めよるけど。何ぼーっとしてんだい、さっさとフィッティングで着替えてくるだわさ。さっきのお客様はもういらっしゃらないのかい？兵士の服、うん、よく見る服だね。リンクおなじみのって感じ。あ、誰？アラン、かわいい坊や。坊やもお着替え？もしかしてさっき入っとったのこれ？私もさっきまで使ってたんだけど、ここのフィッティングルームいいわよね。狭そうやけど、この人には。ちゃんと着替えられたようだね。まあまあ似合ってるじゃないか。さすが私。これからも着替えるときはそのフィッティングルームを使うだわさ。ふふ、口は悪いけど、マダム、坊やのことお気に入りみたいね。そういえば坊や知ってる？お洋服を買うと、ミーバースのハンコとして使えるようになるらしいわよ。なるわしい、なるらしいわよ。アラン、かわいい坊や、お姉さんとおしゃべりしたいの？呪いのことを教えて。この街でおしゃれをすると魔女に呪われるらしいの。せっかくマダムの服を買いに来たのに外に出られなくて困ってるのよね。お客さん、そんな噂はデマだわさ。遠慮なくたくさん買っとくれ。やだ、マダムに聞こえちゃったみたい。この話をするとマダムったらすごく怒るの。でもやっぱり呪いは怖いわよね。それで、かわいい坊や、まだお姉さんとおしゃべりしたいの？用はない。
照れちゃって。またお姉さんとおしゃべりしましょうね。ハワイにおりそうな格好しとるね。で、どうしたらいいんこれで。服を作るならオーダー、一覧を見るならカタログを選ぶださ。うん、いいよ。ファンタスティックオシャレ。ファンタスティックオシャレって言われても。んで、もう一回。おー、びっくりした。おや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 。なんだい。先ほどからずーっと拝見しておりましたが、あなたまだ一度もトーテム勇者像に手を合わせておられませぬな。トーテム勇者様は奴隷総国の守り神。良きことも悪しきこともすべて浮きても記憶してくれましょうぞ。セーブってことね。さあ今こそ像の近くで栄を祈るのです。そして流れに身を任せるのですぞ。ふんふん、要はセーブをしろと。セーブします。セーブ中です。電源を切らないでください。セーブが終了しました。お、剣が光った。お、これ以上ないくらいご立派なお祈りでしたぞ。どんなんだ。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。動画の下の概要欄の方に登録ボタンと、あとツイッターのリンクですかね、貼ってるんで、そちらの方もよろしかったらフォローお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。まったねー。